はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は先日行われた世界選手権ラストチャンス予選、そちらのね、模様をね、見ていこうと思います。クラガチャンネルのー、ケースケジキクのー、ケースケです。ポン!ということで、今回はですね、先日のラストチャンス予選でですね、とあるクランがやばい戦術をやってまして、それがね、イエティスーパーアーチャーのスケルトンの呪文連打っていうのを、もうその戦術ばっかりやってるクランっていうのがいたんですよ。なので今回ね、そちらの、前回ですね、を見ていこうと思います。なので、クラクラ動画ね、こういう風に毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとはこの間みたいに公式さんから開発ビルドをお借りしての先行プレイ動画とかも出していきますんで、最新情報を一躍ゲットした方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、そちらのね、映像を見ていきましょう。レッツゴーはい。じゃあ、ま、世界選手権予選の映像に入る前にですね、カーボンフィンっていう海外の有名 YouTuber がですね、動画にしてまして、日本の対戦を動画にしてまして、はい、こちら、ジュンさんっていう方がですね、よくこういったね、面出し系の、編成ね、焼いてまして、イエティと、スーパーアーチャーをね、使った編成で、全開をしてるっていうね、リップでですね、カーボンフィンが動画にしてまして、ま、ほんと、ジュンさんがよくやられてる編成ですよね。もう、ジュンさんが開発したと言っても過言ではないような、編成になってまして、で、こんな感じ。はい、新レベルのイエティが出たのがやっぱ大きいですね。ミニイエティが増えたんで、ちょっとで、それのおかげでどんどん防衛数も攻撃してってくれて、で、かつスーパーアーチャーがやっぱり射程が長いんで、もう壁役のイエティとかババキンの後ろがどんどん攻撃してくるんで、投石機のスプラッシュダメージとかもそんな受けることなく、で、かつタウンホールの爆破にもそんな巻き込まれる可能性も少なくて、こんな風に面で押してって全開をね、取っていく。はい、もうカーボンフィンもびっくりしてますね。は?何してんのこの人。え?何この戦術?みたいな。もう口開けて、アングリしてますよ。何これ?みたいな。戦術をね、やれてまして。もう頭抱えそうになってますね。こんなんで、これで全開取れちゃうの?みたいな。もうリアクションしてて面白すぎる。いいリアクションすぎますね、カーボンフィン。で、前回はね、取るっていうのをやってまして、で、こちらね、ジュンさんの編成ですね、の呪文構成を変えた編成ですね、イエティスーパーアーチャーの編成を、世界選手権予選で、とあるクランがもう5人中5人がもう全員この編成をで攻めるっていう場面が生まれましたんで、そっちの方ね、見ていきたいと思います。あ、もちろん、もう、ほんと、呆然としてます。あ、もう多分これ手、もう両手上げてるね。リアクション取ってます。いいリアクション取りますね。で、ラストですよ。カーボンフィンのリアクションなんですけども。こっからですね、カーボンフィンがね、なんと頭をね、抱えていきます。頭は、あ、まだ抱えない?もう、なんだ、あ、はい、頭抱えました。はい、こんなリアクションしちゃうぐらい、驚きな編成なんですよ。で、実際にその編成をね、世界選手権予選で、この、トリラタベータンっていうクランがですね、やってまして、ここどこのクランかっていうとね、もうね、ちょっと全員ちょっと国籍見たんですけど、結構多国籍なクランになってまして、ドイツの方とかフィンランドとかアメリカの方とかがいるようなね、クランになってまして、もう対策されてないだろうと、この編成は。っていうので、もう世界選手権予選、みんな、この攻めでやってきたっていう感じなんですよ。で、さっきとね、ジュンさんと違うな、レイジが入ってないですね。スケルトンの呪文とかで、もう、投石機のタゲとかを取り切っていってあげて、で、こう、スパーチャと、押し切って、で、中盤以降はもう大体ね、イエティスパーチャいなくなるんで、残りをね、残った、ヒーローたち、押し切っていくっていう編成ですね。そして、こういった編成っていうのは、大体こう、ユニットたちで中盤までは、進軍してってもらって、ヒーローの能力をね、クイーンとロイヤルチャンピオンの能力かを温存させていくって感じですね。で、大体終盤あたりでユニットはもう溶け切ってしまうんだけれども、ただラスト残っている、少ない施設に、アーチャークイーンのロイヤルクロークと、で、ロイヤルチャンピオンのホーミングシールドを使って取り切っていくみたいな、そういう攻め方になってですよね。で、もうすぐ面出しの、で、かつスパーチャの貫通で、時間も早いんですよね。めちゃくちゃ早くてどんどん進行していく。で、あとね、面白かったのがね、援軍の中身がね、アイスゴーレムイエティとかなんかそんな感じだったのが、ちょっと面白かったですね。ああ、そういう援軍の組み合わせなんだっていう感じなんですけども。さあ、ラストですね。フリーズをどん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 落としていってあげて、固めていってあげれば、前回間違いないよねっていう感じなので、
そうですね。なんて言ったらいいの、タウンホール13ぐらいまで天才のゴレネクロとかスパジャイネクロとかが強いんですけれども、それの、天才じゃないバージョンみたいなイメージなんですかね。で、これで、あとバルーンもね、なんか2体ぐらいなんか謎に入ってるんですけど、この2体とかも何なんだろうってちょっと思うんですけど、これでね、前回取ってったりとかして、ラストチャンス予選にもね、勝ち残ってるわけですからね。いや、本当にね、びっくりしましたね。こんな攻めがか、ね、をやる、ばっかりをやるクランが勝ち上がってくると思ってませんでしたかね、ラストチャンス予選まで。で、前回のぞ。で、もう一本ね、前回リップあるんですか、クランカッツ。仰向けになりながら攻めてるんですよ。クラクラ世界選手権。予選ですよ。第一予選、仰向けです。多分この人のルーティンというか、仰向けが一番攻めやすいんでしょうね。まあ、自分とか、あとはね、去年、今年、カルカ日本一決定戦やられてるんですか、あれで優勝したね、カリー君っていう、プレイヤーがいるんですけど、カリー君とかね、うつ伏せで寝たりとか、自分もね、うつ伏せで寝て、攻めたりとかね、結構楽で、よくやるんですけども、とか、だったら分かるんですよ。仰向けで攻めてるんですよ。仰向けでよう攻めるなって。思いますね。で、かつ、これもね、もうさっきと同じ6条王国が攻めてデスケートの呪文で投石のタギを取っていきつつ、で、こっからすごいのがね、この攻めね、途中からはい、ヒーローが全員逸れていくんですよ。もうキングとかクイーンとかボーで、はい、もう逸れちゃってるんですよ。逸れてんのに、こっから取っていくんですよ。意味がわからないですよね。これで取れるんだっていう感じですね。まあ、ちなみに、世界選手権予選ね、5対5の対戦で、タウンホール中の対戦で、まあ、5分の2前回だったんですけども、まあ、ただ、相手プロ的なね、チームですし、もう、めちゃくちゃ強豪クランの配置に対して初見で攻めるんですけど、初見攻めて、5分の2っていうのは、まあまあ、全開率高いなって思うんで、ノラの対戦とかでちょっと忙しくて、全然プラン組めないっていう方ね、この攻め、ワンチャンやってもいいんじゃないかなって思います。ちゃんとね、スケートの序盤タギ取ってあげて、ロイヤルチャンピオンとか、イントたちを伸ばしていくって感じですね。フリーズは基本的にタウンホールにずっと打ちっぱ。で、スケートの呪文は、こう、最初のタギ取りとか、あとはロイヤルチャンピオンを生かす、タギ取りを、で、スケートの呪文打ってってあげていけば、はい、なんか伸びてって、まだ1分半っすね。1分半、やっと1分40秒か。1分40秒、早い。前回もめちゃくちゃ早いんで、忙しい時とかに結構おすすめかもしれないです。で、これ実際カーボンフィンが、教えを請う時のね、リップなんですけど、こういう風に、対照的な、こういうよくある密集してる配置、密集陣ですね、中心部分、密集してる配置とかにも結構ぶっ刺さってて、やっぱりスーパーアーチャーの貫通が結構ダメージ入ってるし、で、かつ貫通が入ることによって、イエティのミニイエティが当たる対数が、やっぱり少なくなるわけですよ。だから奥の施設までね、どん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 ミニイエティがとかスパーチの貫通がどん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 入ってって進行も速くなって全開取れるよねっていうロジックなんでしょうね。で、かつ、ウッドランチャーで途中で壊れてしまって割れるっていうこともあるんで、最終区画にはクエイクを落としていってあげて中に入っていったクイーンとかをね、生かしていくって感じですね。これジャンプだったら範囲も狭いし、時間切れのリスクもあるんで、クイーン仕事しなかったりするんですけど、こういうね、戦術だとクエイクとかの方がね、もう時間切れのリスクがないんで、クイーンを、仕事させるイメージなんですよね。はい、これもそうですね。もうずっと、フリーズをね、タウンホールにかけて、ずっと俺のターンを押してってあげて、で、最後タウンホールをね、クイーンで落としてってあげて、さあ、この段階でまだロイヤルチャンピオンとクイーンが能力残ってんので、止まんないよねっていうロジックで、前回まで伸ばしていくんで、ほんとに、すごいっすよね。この戦術見つけて、よし、世界選手権予選でやろうって思う、その度胸が、すごいっすね。まあ、作戦としてはもう全然ありでしたね。さあ、で、続いての、カーボフィンのね、教えを請いながらのリアルタイムアタックなんですね。そうそう、キング、もう最初に使っちゃって、ちょっと面を狭める感じでもいいっすね。結構、ジュンさんとか結構、ツイッターとかで、ツイートしたりとかね、あと自分が動画にした時ね、解説してくださったりするんですけど、結構ね、面を狭く取ったりするんですよね、ジュンさん。そうすることによって火力を密集させてって、スパーチャが生きるようにっていう。打ち方とかもあるんで、キングとかで、サイドカットしててもいいですね。そうですね。やっぱりそうですね。三次方向とかも、やっぱり面で広く取んないんで、三次区画に関してはイエティ一体だけ投げてってあげて、なるべく、密集してユニットたちが入るようにって感じですね。で、投石に当たるところで、はい、トームをかけていってあげて、
で、かつ、スパーチャー、それに対してもユニット、攻撃できるんで、結構援軍の処理スピードも意外とね、なんやかんや早かったりするのかな。で、はい、来ました。スケルトンの呪文でちゃんと、防衛室のターゲットを、ターゲット取ってあげながら、ロイヤルチャンピオンパートを生かしていく。で、フリーズはね、ターンホールにちゃんとかけていってあげて、メイン部隊たちを生かしていくっていう、こういうパートに分けているおかげで、前回で結構やってることはね、簡単です。結構メイン選びとかもね、重要になってくるとは思います。ただ、取得できれば、もうめちゃくちゃ強い、簡単な編成、簡単まで言ったらあれですけど、まあまあまあ、取得できれば、ちゃんとマスターできれば簡単で強いね。あとはもうメイン選びだとか、メイン選びを気をつけるだけの戦術になってきますので、結構ね、これ、極めがいあると思います。で、あとは、そう、なんか、謎にバルーンに入ってるの、これ何なんだと。なるほど。こういう、最終区画になんやかんや施設、こう飛び出してるから、残ったりするからっていうので、置いたりするんでしょうね。で、はい、最後、能力入っていけば、はい、もうあとはヒーローがね、ロイちゃんとクイーンが生き残っていれば余裕だよねっていうことで、全開っていう感じなんで、ちょっと自分もこれ陸編成好きなんで、陸のこういう編成めちゃくちゃ好きなんで、ちょっとね、今度、対戦とかでも、ちょっとやってみたいなっていうふうに、思いますね。いや、すごい編成だな、これ、本当に。はい、ということで、今回はさ、クラクラの、世界選手権ラストチャンス予選で、もうやばい新戦術をね、ばっかりやっている、クランですね。こちらのね、動画お送りしていきました。いや、まあ、やってることはね、結構ね、見ててね、理解できましたんで、ちょっと自分もね、さっきも言ったように、ちょっと対戦とかでやってみようかなというふうに思いましたし、忙しい方とかもね、ぜひぜひこの戦術ね、まあ、簡単っていうか、こう、面をね、しっかり選べばね、早い戦術となっておりますので、ぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。で、こういう風にね、クラクラ動画毎日更新しておりますので、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとはね、この動画面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、あとは友人やクラメンにシェアの方、よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。